はい、お久しぶりです。オペロンペロンチョです。ゴジラディフェンスフォース退院してから一発目やっていきたいと思います。とりあえずステージは今ニューヨークの80、新ゴジが出てきたところですね。もう結構進めたんですよね、入院してる間に。もうほんまに月だけですね、行けてないの。月以外のステージはもう全部出しました。ただね、もうほんまにしんどかったっすね。つかこのゲームやってて分かったんですけど、タイムマシンっていうやつがあるんですよね。あ、これか。タイムマシンでもうある、ステージ1からも、1に戻って、時のかけらっていうのを入手して、アーティファクトガチャっていうのを集めていかないと積みますね、普通に。僕ほんま1周目はニューヨークのゴロザウルスあたりで積みましたね。なんでもう仕方ないから、タイムマシンで、ステージ1からやり直してアーティファクトガチャ引きまくって、今は正直アーティファクトが11、ダメージ 2550% 上昇してます、共通効果で。あとはもう細かな効果とかあるんですけど、例えばこのゴジラの骨とかやったら攻撃力とあとボスダメージが上がって、このオキシジェンデストロイやったらゴジラが使うダメージが 48% 上がったり、もう結構ねアーティファクトガチャ重要なんですよね。だもう何周ぐらいしたんかな、4周ぐらいはしましたね、入院してる間に。めちゃくちゃしんどかった。ステージ1から戻っても変わり映えしないしな、ほんま。新鮮味がなんもないし。ほんまにこの、まあ言わんとこ。とりあえず、まあ再挑戦してみます。一応今、シンゴジラブースト ×3 にして、新しいやつ、マークライトファーブって武器、買ったんで、多分勝てると思うんですけどね。シンゴジね、すごいんですよね。攻撃のバリエーションがすごい凝ってるっていうか。そう、この尻尾からもちゃんとね、火炎放射と、あ、忘れとった、カードつかむ。カイザーギドラ、これレベル3なんで攻撃力プラス 600% アップに、このバーニングゴジラですね。これ一応ストーリー上で手に入れれるやつなんですけど、普通に課金して手に入れたビオゴジより強いっていう悲しい結果に。あーでもこれ勝てるかな、無理か、無理っすねこれ、ダメだわ。うおーすげえ強そう。無理じゃん、あんだけ頑張ったのに。全然足りねえ、マジかー。これまたタイムマシンで戻らなあかんの。マーカーライトファーブ、これ結構タイムマシン戻るのだるいんすよね。せめてお金何割かは戻ってほしいっすね。ほんまに持ち越せるのカードと時のかけらぐらいやったはずなんで、あとあれかサポーターかぐらいだったんですよ。あと今はなんかアップデートして、あの月の住人もなんか持ち越せるようになったらしいんですけど、僕そのアップデートする前にリセットしちゃったんで、月の住人まあ30人ぐらいしかいないっすね。やり直すか、もう一回最初から賞味新5時ここで積んでたら、どうせあれっすからね、月の方で次のステージの月もの方で積んじゃうんで結局。あーまた最初からか、だるいなー、だるいなーこのゲームマジで。病院入院してる時は暇やったんで、もうポチポチシコシコやってたんですけど、これはいらん、タレットちょっと、もうステージ数進めていって時のかけらを稼いで、それでタイムマシンで戻って時のかけら稼いで、それでアーティファクトガチャ引こうと思います。一応ねステージ1個につき時のかけらが1つ増えるんすよ。ボス倒したら10やったかな、ボス倒したら 7とかやったかな、忘れたな。でゴジラ倒したら10ぐらいもらえたはず、時のかけらが。正直もうちょっとステージ
変わり映えしないんで、もう今日はここで終わっておきます。なんかもうでもゴジラディフェンスフォースの動画もあんまりちょっと上がらないと思いますね。だから一回もう一回リセットしてステージ1に進めて、またニューヨークにまで進めないといけないんで、また結構かかると思います。もしその新しいボスとかが出てきたら、それまとめて、動画出すかもしれないですけど、もう一旦はここでちょっと終わっときます。またリセットしてタイムマシンで戻って時のかけら入手してアーティファクト増やしてシン・ゴジに挑戦するって感じですかね。ワーニング、誰やるボス、オルガ、オルガのねフィギュアがね少年リックから出るんすよね。あれ買おうかなって思ってんねんな。まあまあそれはどうでもいいとして、もうちょっと今日今回はもうここで終わっておきます。それではまた次の動画で、よろしかったらチャンネル登録とかしていただけるとやる気が上がります。それではまた次の動画で会いましょう。バイ。